今回はですね、iPhone6 のカメラについてなんですけども、昨年発売された iPhone6 5S、 これよりもですね、かなりカメラの性能が良くなってます。でもですね、基本的に僕はこちらソニーのハンディカム PJ-90V で動画の撮影をしています。理由はですね、アップにした時のノイズ、やはりですね、こういうビデオカメラと比べると iPhone6 はアップにすると、やはりその粗さとかちらつきっていうのが目立ちます。そしてもう一つの理由は手ブレ補正です。こちら 790V は空間光学手ブレ補正というものが入ってますので、すごく滑らかな映像が撮影できます。そして今回の iPhone6、 こちらはですね、映画レベルの手ブレ補正というふうになっています。映画レベルでの手ブレ補正、どれぐらい iPhone5S と違うのか、ちょっと比較動画の方を作ってみました。その他ですね、スローモーションや今回から入ってますタイムラプス、あとはですね、完全 iPhone6 だけで、いろいろとね撮影してきましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、画面左側が iPhone5S、 右側が iPhone6 で撮影したものです。色合いも結構違うんじゃないでしょうか。はい、ちょっと走ってみました。走ってみると余計ですね、違いがはっきりわかるんじゃないでしょうか。それではですね、ビームの動画の方に行きたいと思います。はい、こちら iPhone6 で撮影しております。こちらはですね、スタビライザーとかも使わず走りながら撮影しております。結構きつい体勢で撮影してるんですけども、これぐらいの動画が撮れると。立ち止まって撮影するとこれだけね、安定した映像になります。背景のボケ具合もですね、一眼レフで撮ったかのように綺麗にボケてるんではないでしょうか。上下のティルト撮影、左右のパン撮影もですね、とてもこう安定した見やすい動画になっているかと思います。続きましてこちらはですね、スローモーションで撮影してみました。まああんまりね使わないと思いますけども、こちらはですね、今回から加わったタイムラプスで撮影しています。先日ですね、カメラテストも兼ねまして iPhone6 を持って動物園の方に行ってきました。はい、すいません。北海道はですね、かなり紅葉も進みまして、もうカメラテストには最適のね色合いになってるんじゃないでしょうか。まあこうやって改めて見ますと、本当ね、これ iPhone6 で撮ってるのかと、そう思ってしまうぐらいの画質ではないでしょうか。まああえて言うならですね、センサーサイズとかレンズに限界があるので、やはりこうやってアップにした時に画面がちらつく、あとは色合いとか発色なんですけども、ただですね、もう一台ビデオカメラを持っていくという手間を考えれば、別にねこれでもいいかなというぐらいになってきました。何よりですね、先ほども見てわかるように手ブレ補正がですね、格段に良くなったんじゃないでしょうか。これはね本当に大きいです。やはりですね、手ブレのひどい映像は見るに値しませんからね。今回本当これがね衝撃的でした。もう僕の経験から言いますと、その辺に売ってる 2,3 万円のカメラよりも手ブレ補正に関してはね上回ってるんではないかと思います。この時はですね、直に iPhone を手に持って撮影してるんですけども、またちょっとしたねスタビライザーとかを使うとより安定した映像になるんじゃないでしょうかね。はい、ということで、こちらですね、動物園で撮影してきた映像でした。はい、ということで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。今回の iPhone6 の手ブレ補正、かなり線まで来てるかなというふうに思います。本当ね、ソニーのね空間光学手ブレ補正にだいぶ近づいてきてるかなという、その辺のビデオカメラよりも断然いいような気がします。あとですね、
ボケ具合もですね、一眼レフで撮影してるかのような背景のボケっていうのもね、うまく表現できてるんではないでしょうか。とりあえずですね、僕はまあ旅行の時とかね、このハンディカムを持っていきますけども、セカンドカメラとしてはこの iPhone 6のカメラで十分じゃないかなっていう風に今回感じました。はい、ということで今回 iPhone 6のカメラ動画について見てみましたけども、もうね、人によってはですね、これがメインカメラでもいいのかなという風に思います。それぐらいね、動画撮影に関してはですね、こと足りる機能が備わってるんではないかなというふうに思いました。またね、なんかありましたら動画の方アップしたいと思います。とりあえず今回はこれで。